ということで今回もやっていきたいと思います。さあってことでガラル鉱山挑んでいこう。なんか急に見え方が変わった。そういう感じで出てくるんやね。みんなディグだやん、ディグだ。ちょっとね、ディグだ。おお、びっくりした。ディグだ、当たったわ。野生のディグだが現れた。おっしゃ、捕まえてこう。モンスターボール。やっぱ次の町に着くまでにめっちゃ使っていくね。え、てか、なんかめっちゃ洞窟の中かわいいやん。なんか綺麗な、綺麗な石が。ん、やった、一発。ディグダゲット。イェーイ。ディグダのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ディグダ、モグラポケモン。ディグダが通った後の大地は程よく耕されて最高の畑になる。良きやね。それで何かしら障害的なことができないものか。うわー、ほらめっちゃお金になりそう。びっくりした、やめてよ。これズバットの代わり的な感じかな。あれは花？完全な豚鼻ですね。野生のコロモリが現れたね。そんな感じじゃない？なんかあー、レベル14かいけるかな、一発で。なんかちょっと難しいような気がする。レベル10前後ぐらいやったらね、一発でいけそうやけど。どうや。お、あ、やった、来た。ここも進化しそうな感じ。立派な豚に育ってほしいものである。おお、ワンパチレベル24、そしてカムカメレベル23、ヒメンカレベル15。いいね、ポケモンゲットして次々とレベルが上がっていく。お、そしてカムカメ進化。おや、カムカメの様子がどんな感じになるんやろう。可愛くなって、おー、なんかいかつくなった。おめでとう、カムカメはカジリガメに進化した。いや、でも体のバランス的にはこっちの方がいいよ。ちょっと可愛くはないけど。カジリガメのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。カジリガメ、噛みつきポケモン。凶暴な性質。鉄棒を噛みちぎるほどの顎の力で獲物にばっくりと噛みつく。やば。鉄棒を噛みちぎるって。カジリガメは新しく岩石封じを覚えたい。ん？何がいいかな？岩系の技？いやね。じゃあ、とりあえず、体当たりがいらんかな。はい。1、2の、ポカン。カジリガメは体当たりの使い方をきれいに忘れた。そしてカジリガメは新しく岩石封じを覚えた。よき。あ、そっかそっか、忘れとった。コロモリのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。コロモリ、コウモリポケモン。洞窟を見上げて壁にハート型の跡があればコロモリが住んでいる証拠。ハート型の跡。あれ、ズバットもコウモリポケモンじゃなかった？何ポケモンやったっけ？かぶってない？気のせい？よし、なんか進んでいきよったらめっちゃポケモン現れそうな感じ。そしてなんか不思議な見え方やね。ここになんか元気のかけら。やったね。あ、トレーナーや。仕事のパートナーとは勝負でも息ぴったりだぞ。いいね。カイリキーとかかな。作業員の文明が勝負を仕掛けてきた。ダンゴロ。あ、ダンゴロね。なるほど。私が思っとったのタンドンやった。え、ここは二度蹴りとかでいいんかな。効果が何も書かれていなかったけど。別に効果抜群ともなんとも。あ、抜群やった。よかった。オッケーオッケー。パートナーとの息が合わなかったか。そういうこと？そういうことなの？ただのレベルの差だと思うよ。一緒に仕事をするときは息ぴったりなんだかな。それならいいんじゃなかろうか。お、何やってんのお姉さん。怪しいよ。いい仕事をするためにトレーニングは欠かせません。一体何のトレーニングをしているのかわからないお姉さんをあっさりとやっつけ。あなたたちにとっていいトレーニングになったわね。結構ガタイいいよね。やっぱ作業員やけん。
お姉さんかっこいいっすね。ん、なんか光よる。アイナは星の砂を見つけた。手触りがサラサラの赤くて綺麗な砂。ショップで安くかーい。安く。お、こっちは？ワザマシン26、怖い顔を見つけた。怖い顔といえば、私的にはブルー。恐ろしい顔で睨み、おびりさせて、相手の素早さをガクッと下げる。なるほど、そういう感じの。もっとお金になるものが落ちててくれないかしら。本音を隠さないアユナであった。ね、こういう場所やのに。おお、びっくりした。普通に岩やと思った。野生のタンドン来た。とりあえず二度蹴り、いけい。オッケー、一発。いいね。お、クスネレベルアップ。クスネレベル22。そしてどんな感じになるんやろクスネ。おや、クスネの様子がどんな、どんな。おー、なんかどうした。おめでとう、クスネはフォクスライに進化した。どうやら期待外れだったようだ。なんか紳士みたいな感じになったんやけど、ちょびひげ生えとるよ。フフクスラインデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。可愛くない。ブサイクでもないけど可愛さはなくなったね。フクスライキツネポケモン、狙った獲物はこっそりマーキング。匂いを辿って油断した頃盗みに来ると。あ、怪盗みたいな感じや。なるほどね。悪巧み。なるほど、覚える技まで。どんな感じの技、悪巧みって。攻撃技？悪いことを考えて頭を活性化させる。自分の特攻をぐんと上げる。いや、別にいいかな。うん、いいよ。何？またさらに。泥棒。これは相手から普通にアイテム盗むやつ？攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。じゃあ尻尾を振る代わりに忘れよっか。もう完璧に回答やん。フォクスライは尻尾を振るの使い方を綺麗に忘れた。そして新しく泥棒を覚えた。なるほどね。お、光った。アイナは硬い石を見つけた。絶対に割れない石。持たせると岩タイプの技の威力が上がる。岩タイプか。ということで硬い石は水、岩タイプのカジリガメに持たせた。じゃあ行くか。働くお姉さんはポケモンも強いんだから。見えるところにキラキラした石めっちゃあるけど、あれは取らないの。作業員のツルコが勝負を仕掛けてきた。なんなん、みんなギャルみたいな見た目しとるのに、めっちゃね、昔っぽい名前が多い。ギャップ。働くポケモンは光り輝いて見えるよね。そうなんかな。まあでも、おお、出てきたやん。誰やった、どっこらやったっけ。キョロキョロ道具を探すわし。あらあら、見つけたトレーナーさん。道具を探さなくていいからさ。てか君の後ろに道具落ちてたよ。作業員の松坂が勝負を仕掛けてきた。ちゃんと鉱石探しなよ、仕事中じゃないの。そしてこれ、厚底ブーツ。誰か作業員のギャルたちの落とし物では。足場に仕掛けられた罠などの影響を受けなくなる。へえ、それは身につけれるのか分からんけど、かわいい。なんか揃って作業しよる。野生のドッコラーが現れた。よっしゃ、捕まえてこ、捕まえてこ。モンスターボール、いけーい。この拡大セットな感じいいね。どうよ、おっしゃー、一発。ドッコラーを捕まえた。もう名前も可愛いし見た目も可愛い。ワンリキーよりね。姫面かレベル16。臨床歌うの。歌で相手を攻撃。おお、攻撃系なんや。なるほど。どうしよっかな。あ、歌うは歌うであるんやね。まあ、歌うは眠り状態やけど。甘い香り忘れさせよっか。
1、2のポカン。姫香は甘い香りの使い方をきれいに忘れた。そして新しく臨床を覚えた。眠る効果もあればいいのに。そのまんまドッコラのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ドッコラ筋骨ポケモン。建築の手伝いが好き。雨で工事が休みの日は角材振り回し暴れる。めっちゃストレス溜まるやんやば。ここは進化するんかな。どうなんやろ。ちょっとよくわからんけど。お、アイテム、あれ出口じゃない。アイノはいい傷薬を2個見つけた。やったね。あ、あの時の。ここに来るのですか。そりゃ来るよ。どうした。アドバイスをしておき、してあげますけど、やめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛みつけるからね。そんなこと言われても行くってば。どうも。あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい？チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。はあ、そうですか。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。でコテンパンにされると。ポケモントレーナーのビートが勝負を仕掛けてきた。ビートっていう名前なんや。初めて知ったよ今。ポケモントレーナーのビートはユニランをクリアした。かわいい。何、超かわいいポケモン使ってくるやん。何系？草？分からんね。ニトロチャージ使っていこう。ヒヨコっぽくも見えるけど一発やん。イエーイ。あなたのポケモンにも見せ場ぐらいあげないとね。そんな強がっちゃって。ゴチム、名前から全然想像がつかない。このままでいいよ。かわいいな。何系なんやろう。フェアリー、ノーマル、その辺。だから二度蹴りで行こう。なんか偉そうなこと言える割に可愛いポケモンばっかりなんやね。あ、効果今一つなんや。くすぐる。何系なんだ、全くわからねえ。全くわからねえ。ひなこ、とりあえず倒したけど。何匹持ってるの。ミブリム。何タイプだ、どんなポケモンだ。おやおや、僕としたことが。まあさっさと終わらせてくださいよ。終わらせるよ、さっさと。私が勝ってね。かわいい。かわいい。フェアリーとかエスパーとかかな。やとしたら二度蹴り。カービィとかに出てきそう。なんか、あ、全然違うな。何系なんだ。いや、エスパーなんじゃない、違うのかな。ちょっと待って、ポケモン。いや、ここまでレベル差があればゴリ押しの方が早いのでは。アクタイプのフォクスライドかな。どうやろ。任せた、フォクスライ。おお、効果すらないやん。いい感じじゃない。なんかバークアウト。おお、やった、効果抜群。いいやんいいやん。アクが効くのは何タイプなんだ。フェアリーかな。ん、違うかな、分からん。なるほど、いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし。めっちゃ強がるやん。超強がるやん。へえ、驚いた。少しはやるようですね。少しもやらない人間をチャンピオンは推薦しないと思うんだ。ですがあなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから。本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。願い星、そんないっぱい集めるものなの、それって。ちょっとよくわからん。あ、なんかあった。星の砂ゲット、イエーイ。ちょっとのお金になるんやったっけ。3番道路を通り抜けてターフタウンに。もう着く？あれ、4番道路に来た。あ、
あれがターフタウンかな。もうあとちょっとやね。お出かけポケモンセンターを勝手にしてやる妹です。あ、入り口と出口で姉妹が揃ってる。暇な姉妹である。ここまでお疲れ様。ポケモンを元気にします。ありがとう。お姉さん茶色の髪やったけど妹さんちょっと派手やね。ガラル鉱山を抜けると4番道路ターフタウンまであとちょっとよ、ジムチャレンジャー。ありがとう。ジムチャレンジャーってわかるのね。そしてここで久々の木の実を取っていこう。モモンの実が1個。とりあえずポケモンが押してくるぐらいまではわっさわっさ揺らしていきます。私、おーっと落ちてきた。誰誰、おー、欲しがりすかーい。欲しがりすかーい。いらん。いらんとか。二度蹴り。持ってるからね。はい、オッケー。木の実だけもらっていくね。申し訳ないけれど。はい、オッケー。え、一つ残らず持ち去ってしまった。木の実を残していけ。おい、誰、周りのポケモン。お、あれピカ、人やね。人やね。ピカチュウ、野生のピカチュウやと思ったやん。ちょっと、え、何、ポケモンに当たった。誰、野生のニャースがある。ニャース、あれニャースなん。ガラルの姿ってこと。めっちゃ気持ち悪いんやけど、何これ。こわっ。え、野生のニャース、怖っ。頭突き。え、化け物やん。これこそ化け猫やん。一応なんか今までのニャースもさ、化け猫らしかったけど。え、キモ。え、これペルシアになったらどんな感じになるんやろ、気になる。え、あれやね。特典のニャースがおってよかったね。じゃないとガラル地方のニャースこんなんよ。絶望的やわ。これでペルシアン可愛くなったらいいんやけど。あれやん、アローラはさ、ニャースは良かったけど、ペルシアンちょっと私嫌いやったんよね。あの丸っこいペルシアン。うわー。化け物や。それをニャースと言わないでいただきたい。どう、ピカチュウそっくりでしょ。うん、ピカチュウやと思った。ポケモンごっこのハルトが勝負を仕掛けていた。着ぐるみ？かわいい格好してるじゃねえか。あ、使うのピカチュウなんや。そしてピカチュウはなんかはっきりとアニメと同じ声ちゃんと。ここはニトロチャージで。かわいいなピカチュウ。ピカピカ。ほら、ピカチュウだけなんかすごい鳴き声がはっきりしとる。あ、ラピフットレベル30やったね。ピカー。おー、ちょっと人間の言葉を忘れてしまったか。ポケモンとトレーナーどっちもピカチュウ と惑わせるグッドな作戦だったんだけどな。グッドな作戦なのかどうかは分からんけど。横におるのは何、あれ誰だい。あ、これはラクライ。よし、捕まえてこう。電気タイプよね。どうやるいけるかな。とりあえず頭突きしとこっか。やめた方が。一発頭突きかましてモンスターボール投げよう。あ、死んだ。死んだ。ごめん、もうちょっと手加減をしていただきたかったよ、ラビフット。こっちの方とかなんか、やっぱり何かしらアイテムはあるんじゃないかと思ったよ。ネストボール。捕まり野生のポケモンが弱いほど捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール。何かしらがうごめきよるけど。まあ、とりあえず、街を目指していきますか。ポケモンを鍛えるため、キャンプで特訓。仕上げは君との勝負。お、仕上げになる？やられて終わると思うよ。ポケモンブリーダーのイクトが勝負を仕掛けてきた。もう男の方はなんか若いんやね。おお、来たよ。来たよ。なぜそれを育てようと思ったの？まあ、ペルシアンにしたいっていうのはあるけど。
キャンプで特訓、あんなにたくさん遊んで美味しい料理を食べたのに、それは特訓なのか？遊びですね。全然特訓要素が見つからないんですが、こっちの方、おお、誰かのキャンプ場があるけど、ミキコのポケモンキャンプ、ちょっと待って、その前に話させて。ポケモンと一緒にキャンプして遊ぶ、もしくは料理すればポケモンと仲良くなれるよ。よかったら私のキャンプでも遊んでいってね。まあ多分同じような光景が広がっているのだろう。ん？こっちは、あ、戻ってきたんか。なるほどなるほど。あれ、最初にこの光景見えとったんかな。ちょっと忘れたけど、あれはイーブイかと思ったけど人だね。野生のポケモンごっこが現れたと自分で言っちゃうの、めっちゃ可愛いんだけど。なるほど、女の子の方はイーブイなんや。ポケモンごっこのヒマリが勝負を仕掛けてきた。男の子はピカチュウで、やっぱりピカチュウ、あれや、レッツゴーや。え、なになになに、そのポケモン可愛い。マホミル、何系のポケモンだ、わからねえ。二度蹴り、うわ超可愛いんですけど。あのピカチュウの子以上に可愛いんですけど、後悔今一つか。あ、草系？草タイプ？ドレインキッスとは。私が思っとったのメガドレインとかやわ。草なんかな、わからん。ニトロチャージ使ってみようか。どう？いや微妙やね。効果抜群ではなさそうな減り方やったけど。あれれれ、もう終わりなの？かわいい、もう終始かわいいこの子。ポケモンの気持ちを知りたくてこんな格好をしてるのね。ふんふん、なるほど、知れたかな、ポケモンの気持ち。あの辺なんか道具あり、ちょっと、よくに目がくらみましたね。道具ありそうじゃない、一発で仕留めてやらあやや。微妙やね、頭突き。いけい、いやしかしまあ一発やけんよき。頭突きっていうより殴ったような気がするけど。いいえ、蹴っているように見えます。よき。ああ、何も道具別にないね。ん、何あれ、誰？ニャースや。ニャースやったわ。何？ウール、待っておくれよ。誰誰誰？あ、普通に、あ、違う。お、ウールはアイラにぶつかり止まった。これ、あれやない、あ、ここのリーダーってこと？この町、あのポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね？全然平気よ。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね？そうです、やっぱりそうですよね。開会式でお見かけしましたよ。よく覚えてるね、ありがとう。僕はヤロウと言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。じゃああれだ、ラビフットでいけるね。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムに確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。そこの町やろ、ほらジムに帰ろうな、ジムチャレンジャーが待ってるぞ。ウールは草タイプなの？そういうわけではない。なんか顔と体が合わんよね。もうちょいなんかチマッとしとって、ちょっとふくよかな感じでもいいんじゃないかと思う顔やけど。あれ、あれはだよね。見ろよ見ろよ、いいな、ターフタウンのポケモンスタジアム。あ、あれか、でけえ。ターフタウンのポケモンスタジアム、そのままターフスタジアムだぞ。そのまんま放っておいてあげてください。へえ、じゃあ一個一個のそのジムがああいう感じであるってことや、めっちゃ目立つ。ジムリーダーの野郎さんも戻ってきたけど、ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。順番待ち？そうだいな、ソニアが探していたぞ。お前に質問があるってよ。俺も聞かれたけど分かんなくて。確か丘にいるはずだ。なんかすごいのどかな街でも、全部ジムはああいう感じ？すごい合わんね、周りの景色と。丘の場所だよな。タウンマップを見るといいぞ。まあまた私観光すると思うけん、そのね、観光がてらに見つけるよ。お、ソニアのワンパチだ。こいつ道案内が得意だぞ。あ、案内してくれる？ありがとう。
ほいということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、やっと新しい街に着いた。またこの街もいろいろぐるぐる回って、あとブティックとかも見たいしで、そういうとこでね、女子力ないけど、とりあえず身につけていこう。